小野田駅は山口県山陽小野田市大浅東高白にある西日本旅客鉄道の駅である山陽本線を所属線としており当駅が終点となる小野田線を加えた2路線が乗り入れる端式1面島式2面による合計3面5線のホームを持つ地上駅であったが駅舎のある端式の一番ホームについては線路が切り離され列車発着機能が完全に 失われたため、現在は、島式に目に温泉となっている。3.4番ホーム、5.6番ホームが、それぞれ同一平面上にあり、現在は単なる通路となった、旧1番ホームより伸びている、古線橋によって、各ホームへ連絡している。上新川駅が管理しているが、駅業務は、JR 西日本関連会社の JR 西日本、中国交通サービスに、 業務委託されている。また、コンコース内に、駅そば店が併設されている。自由通路の設置及び、駅舎の協定駅化を実施する構想があり、山陽町と小野田市の合併時に策定された、新市建設計画にも掲載されているが、その整備計画は具体化していない。かつては、山陽本線宇部駅朝駅間は、旅客用複線に加え、単線の貨物線が併走し、 計算線となっていた。これは、ミネから、宇部方面への貨物輸送が盛んであったためである。現在はこの貨物船は廃止されており、貨物列車と宇部線から直通の旅客列車は、旅客船を走行する。1日の平均乗車人員は、以下の通りである。ありがとうございます。